こんにちは、寝起きの考察です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、山王の紳士たち、東京都大田区で行われた様々な歴史の設定などというタイトルでお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日の動画なんですけども、3月24日金曜日に大森貝塚山王周辺をリサーチに行くんですけども、それに関連する動画となります。以前僕の動画、で大森貝塚などを扱っているんですけども、今回は山王周辺に住んだ人物をピックアップして、このエリアのオルタナティブ歴史研究的な魅力をご紹介したいと思います。はい、まず山王なんですけども、東京のこの辺りになります。JR 大森駅の西口にあたるエリアになります。この山王というところは東京都大田区の町名です。かつては文化人や実業家、政治家の邸宅が並ぶ住宅地だったんですね。現在はですね、閑静な、とても落ち着いた住宅街なんですけども、まさか、この住宅街にそんな歴史がというところがですね、オルタナティブ歴史研究の面白さだと思います。その辺ご紹介したいと思います。明治5年に鉄道が開通し、大森停車場が開業すると、大森貝塚を発見したモース博士や鉄道建築に従事したお雇い外国人たちが移り住み、開発が始まりました。明治20年に大森八景園が開業し、その後別荘地として栄えましたが、大正12年の関東大震災後は安全利便な郊外住宅地として人気を博し、各界の名士が移り住んだとなっているんですね。また昭和初期には文学者が数多く集まり、馬込文士村の一角を形成しました。かつてのお屋敷街も現在では相続等により分割され、王子を忍ばせる洋館は年々少なくなっているようです。そして大森駅西口再開発計画もあるようなので、随分と山王の姿、大森の姿、今後変わっていきそうです。はい、その高級住宅地山王にはどのような人たちが住んでいたかをピックアップしてご紹介したいと思います。山王の地は上流階級の一種のリゾート地として栄えました。明治後半から井上馨ら当時の政財界人の別邸ができ、山王の高級住宅地イメージが出来上がりました。1906年には加納久義、この人は子爵で鹿児島県知事を務めました。加納久義らが発起人となり、社交クラブ大森クラブが創設されました。久義の息子の久明は千葉県知事、日本住宅公団初代総裁となった人物です。そして加納久義の親族には、孫に麻生高吉、ひ孫に麻生太郎、ひ孫婿に橋本龍太郎らがいるという家系なんですね。そしてこの息子の久明なんですけども、以前私はこちら、この人をこの動画で取り上げておりました。湖は核爆発の痕跡なのかという動画なんですけども、こちらでですね、この初代住宅公団総裁となった加納久明が何をしたかと言いますと、日本で計画された驚愕の核爆発利用、新首都建設構想ネオ東京プランというものです。1958年、日本住宅公団初代総裁である加納久明は、原爆を使った東京湾の埋め立てによる新首都建設構想を発表しました。房総丘陵の山々を崩して埋め立て用の土を確保し、それを使い東京湾の東半分を全て埋め立て、ここに皇居を含めた首都機能を移転、新首都大和を建設するという壮大な構想でした。本当にびっくりするような計画なんですね。こちらの動画で詳しく紹介しておりますので、よろしかったらばぜひご覧ください。そして加納久明の名前はこちらにも並んでおりました。続いてなんですが、こちら祖峰公園という公園があるんですけども、こちらどういった公園かと言いますと、徳富祖峰の邸宅だった場所なんですね。徳富祖峰は明治から昭和戦後期のジャーナリスト、思想家、歴史家、評論家となっております。
熊本洋学校入学、熊本バンド結成に参加します。同志社 A 学校に転入後、新島城より洗礼を受ける。地上に神の王国を建設することを目指したと、書かれておりました。大著近世日本国民史を記したことで知られております。近世日本国民史は、東京の大森に建てられた山王僧堂と名付けられた邸宅で執筆されました。熊本バンド熊本洋学校に関しましては、先日上げました僕の動画日本のスターフォート、そちらの動画でもご紹介してるんですけども、1876年、熊本洋学校の生徒34名がジェーンズの影響を受けて自主的にプロテスタントキリスト教に改宗し、日本に広めようと盟約を交わした集団のことです。直後に熊本洋学校は閉校になり、新島城の同志社 A 学校に移り、卒業後は同志社大学、日本組合キリスト教会の重鎮になり基礎を築いたと言われているんですね。ここでご紹介した徳富祖法の話もこの時の話になります。で、やはりこのキリスト教プロテスタント系の背景を持った人が近代日本国民史という日本の歴史を書くというところがですね、大変興味深いなと思いました。近世日本国民史は1952年に完成して、なんと全100巻という規模なんですね。個人編著の歴史書としては世界でも屈指の規模と言われております。1918年大正7年、祖法は日本の正しい歴史を書き残しておきたいという一念から、近世日本国民史の執筆に取り掛かります。当初は明治以降の歴史について記す予定であったが、明治を知るには幕末、幕末を知るには江戸時代が記さなければならないとして、結局織田信長の時代以降の歴史を記したものとなりました。前巻のうち7割が幕末、維新期、ペリー来航から西南戦争までですね、の記述に当てられております。伊藤博文や山形有朋らと親しく接した経験が参考となり、信長、秀吉、家康らの内面を推し量ることができたとも語っているようなんですね。この織田信長から始まっているところと、前巻のうち7割が幕末、維新期、に費やされているという、こう、まあ、バランスといいますか、そこがですね、大変興味深いなと思いました。この近世日本国民史によってかなりの部分がですね、現在語られているような歴史、として設定されたのではないかと思っております。ここで思い出すのがですね、華麗なる謀略の館という動画でご紹介した日本の建築の歴史も明治以降に作られたという部分なんですね。建築史が学問として成立するのは明治時代以降で、建築という用語自体明治時代に作られたと言われております。しかもですね、江戸時代の建築史においてはですね、第二次世界大戦後からということになっているんですね。ですので、私たちがごく当たり前のように、聞いている日本の歴史というもの、それもですね、あまり古くないこの近世日本国民史が作られたあたりで設定されたものがだいぶ多いんじゃないかと思いたくなってしまうわけです。今回改めて大森や山王のリサーチをしてみますと、歴史の設定というものにですね、様々な面で関わっているということが分かってきたんですね。近世日本国民史もその一つでした。続きまして、大森貝塚なんですけども、やはり大森といえば大森貝塚が有名なんですが、大森海峡、大森貝塚遺跡庭園と、このように2つ、発掘の碑があります。この点についても後ほどご紹介したいと思います。まずはエドワード・ S ・モースの大森貝塚の発見をご紹介いたします。1877年明治10年、横浜に上陸したアメリカ人の動物学者、エドワード・ S ・モースが横浜から新橋へ向かう途中、大森駅を過ぎてからすぐの崖に貝殻が積み重なっているのを列車の窓から発見し、政府の許可を得た上、発掘調査を行ったところ、土器、骨器、柱骨を発見しました。そして本格的な発掘を行ったと、言われているのが大森貝塚の発見と言われるものなんですね。まあ、正直その横浜から新橋へ向かう列車の中から、貝殻が積み重なっているのを見つけて貝塚を発見したという物語自体がにわかには信じがたいなと、思います。
そしてこのエドワード・モース、信じがたい話ばっかりなのをこの後ご紹介したいと思います。モースは東京帝国大学のお雇い教授を2年務め、日本の人類学、考古学の基礎を作りました。また、日本に初めてダーウィンの進化論を体系的に紹介したと言われているんですね。この進化論に関しても、この時期に登場した新しい歴史の設定だと、個人的には思っております。その進化論を初めて日本に紹介したのがエドワード・モース。そのエドワード・モースなんですけども、若い頃ですね、まあ少年から青年期なんですけども、かなりの謎展開の物語となっているんですね。まずですね、ちょっと理由ははっきりわからないんですけども、手に負えない学生であり、すべての学校から退学させられたと言われているんですね。理由のその一つがですね、机に彫刻をしたためたため、退学となったというのがありました。まあ、ここもよくわからないんですけども、そこからですね、自然研究への興味を追求するように進められ、正式な教育を受けていなかったにもかかわらず、思春期の間に形成されたコレクション、これ多分貝やカタツムリではないかと思われるんですが、このコレクションはですね、すぐにボストン、ワシントン、さらにはイギリスの著名な科学者が見に来るほどになったと、言われてるんですね。しかも12歳までにカタツムリの新種をいくつか発見しているというんで、もうますます話がよくわからなくなってくるんですけども、そういった少年期過ごすんですが、その後はですね、機械製図技師や木彫り職人として働いていたというんですね。なんですが、その後大学卒の学歴がないにもかかわらず、31歳でボーディング大学教授に就任をします。しかもですね、ハーバード大学の講師もこの時兼ねていたと言いますので、全くもってわけのわからない話がモースのウィキのページに書かれております。このような人が日本にやってきて、このような活動をしたというところがですね、全くわけがわからないですし、一つ一つの話をまともに聞いていいものかどうかの判断すら、難しくなってくるんではないかと思ってしまいます。そしてその大森貝塚の発見なんですけども、発掘地点において対立と論争が生じました。発掘地点について長い間、品川区説と大田区説の2つが争っておりました。大森貝塚に関する石碑は、先ほどもご紹介しましたが、大森貝塚遺跡庭園内と NTT データ大森さんのビル横の2箇所にあります。モースが論文に発掘場所の詳細を書かなかったこと、これもちょっと疑問なんですけども、貝塚発見の報告文書に所在地が大森村と記述されたことから、当初の発掘地点について長い間、品川区説と大田区説の2つが存在しました。その複数の調査により、現在ではモースが調査したのは品川区外であったことが分かっております。なお両者は約300メートルの距離にそれぞれがあるといった感じになります。で、この後シーボルトの話が出てくると、またここもですね、よくわからない感じになってくるんですけども、とりあえずですね、僕は以前ですね、こちらの動画で、考古学発祥の地は捏造の発祥でもあったようですというタイトルの動画作っております。この辺の話こちらで取り上げておりますので、よかったらご覧ください。はい。そして大森貝塚発見ではもう一つ対立がありました。それはですね、モースとハインリヒ・フォン・シーボルトの対立です。モースは1877年明治10年9月16日に1回目の調査を行い、ネイチャー1877年11月29日号に同年9月21日付として自身の大森貝塚発見の記事を投稿しました。一方でハインリヒ・フォン・シーボルトもネイチャー1878年1月31日号に自身が大森貝塚を発見したとの記事を寄せ、これモースを激怒させたんですね。しかしハインリヒの本業である外交官業務が多忙を極め、考古学研究から遠ざかったことなどから、ハインリヒの日本における考古学研究活動は終わっていくことで、この論争の火も消えていったということになっているようなんですね。ハインリヒは考古学に精通はしていたが、基本的に学者ではなく外交官だったということも付け加えられております。でも
モースもですね、もともとは動物学者なんで、別にまあ考古学のプロというわけではないですし、このモースにしろシーボルトにしろいずれにしろ基本的には考古学者ではないわけですよね。ただその2人が大森貝塚発見を争ったというところにはですね、何かしら別の理由があるのではないかと、考えたくなってしまうわけです。そのハインリヒ・フォン・シーボルトなんですが、オーストリアの外交官、考古学者フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの次男になります。日本の考古学において考古説略を出版し、考古学という言葉を根付かせたこと、またアイヌ民族研究を行ったことなどが有名です。この考古学という言葉は、ハインリヒがこの考古説略という本で使ったことが最初と言われてるんですね。それまでは、明治初期までは古きものを好むという意味で、好きという字を書いた考古と記されていたようです。またハインリヒの方が専門知識が豊富であり、モースの学説はたびたびハインリヒの研究により論破されたとも、言われている面があるんですね。モースの教え子が本来の専攻である動物学に進んだため、モースが科学として開いた近代考古学は順調に進まなかったという話も、まあ、ある一方では出てくるという感じなんですね。この辺のハインリヒにしろモースにしろはっきりとよくわからないところがですね、ますます、日本の考古学の、出発点というところを怪しいものにしているような気がしてなりません。僕の方では以前ですね、縄文時代は戦後に作られた新しい概念という動画も作っております。よろしかったらこちらもぜひご覧いただければなと思います。ハインリヒに関してもう一つご紹介したいと思います。ハインリヒは兄のアレクサンダーと共に父の隊長、日本の完成作業を行いました。内容は日本の地理、歴史、風俗などから人種、言語、食、動植物、その他詳細に記述され、西洋での日本研究の基礎となった文献と言われているんですね。しかしですね、20年をかけての分冊配本のため完全版は今もって不明と言われてます。そのため天下の記書とも言われているようなんですね。謎に満ちたシーボルトの隊長、日本というところですね。このすごいんですけど怪しいというところがですね、いかにもシーボルトっぽいなと思ってしまうわけです。シーボルトも本当はどういった人だったのかということがですね、未だによくわからないというか、いろんなことが言われておりまして不明な人です。そのシーボルトファミリーはですね、日本の考古学に深く深く関わりを持っています。ドイツの医師、博物学者フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは、日本で初めて石器時代、青銅器時代、鉄器時代の3時代区分法を適用したと言われているんですね。これは先ほどもご紹介しましたが、ハインリヒの出版した考古説略で考古学という言葉が最初に使われたというところでして、ちなみになんですが、ハインリヒ夫人の岩本花は福沢諭吉の娘の踊りの先生だったようなんですね。まあ、芸事の師匠ということになるかと思うんですが、この辺の距離感がですね、福沢諭吉なんかあたりなんかと、かなり親しく近しかったということがわかるかと思います。そしてシーボルトの長男、アレクサンダー・フォン・シーボルトは井上カオルの特別秘書を務めていました。井上カオルは先ほども名前出ましたが、山王大森エリアの住人です。まあ、こういったことを見てくると、大森や山王というエリアがいかに日本の考古学、歴史研究の設定に関わった場所かということがお分かりになるんではないかと思います。そして最後にですね、馬込文士村というものをご紹介したいと思います。現在の東京都大田区の山王や、馬込などの一帯に多くの文士や芸術家が、暮らしていたんですけども、そこを馬込文士村と、呼んでいました。関東大震災後には移り住んでくる文化人が増えて100人にも達したと言われてるんですね。大正後期から昭和初期にかけて射的場や東京湾岸に海水浴場などがあり、外国人の鉄道技術者らが住むモダンな町だった大森に近いことが、こういった人たちが移り住んだ理由の一つとなっていたようです。
馬込文士村のにぎわいは昭和5年1930年頃まで続いたと言われているんですね。その馬込文士村の住人の一人、川端康成をピックアップしたいと思います。この川端康成からつながる人脈、これがとても不思議なものが、ありましたので、そちらをちょっとご紹介したいと思います。まずですね、川端康成は大阪府三島郡豊川村出身です。小学校の同級生に造り酒屋の長男だった笹川良一がいました。祖父同士が囲碁仲間で、笹川の鶴吉も疫学に凝っていた三八郎ですかね、から私生活万端にわたって指示を受けていたと言われております。そして日本のアヘン王と称された二丹町音蔵は大阪府三島郡福井村の出身です。旧姓は川端、川端康成と同じ川端でした。この二丹長半ばは中学時代の同窓だった川端康成と大谷宗一への憧れから小説家、児童文学者となり、野口英世の伝記などを多数記す作家となりました。そしてその大谷宗一は大阪府三島郡富田村の醤油屋の出身です。中学時代の夢はジャーナリストではなく渋沢栄一のような実業家になることであったと書かれておりました。このように川端康成からとても意外な人たちがつながっていきます。しかも全員がほぼ大阪の同じエリアから出てきているということも共通しております。ここを深く掘るとさらに興味深いことがたくさん見つかってくるのではないかと思うので、さらにリサーチを進めてみたいなと思っております。はい、というわけで本日は山王の紳士たち、東京都大田区で行われた様々な歴史の設定というタイトルでお送りしました。いかがでしたでしょうか。今は一見普通の何もない住宅地のようになっている部分もところもですね、こう言って調べてみると全く見え方が変わってきます。そういった新しい視点や新しい考え方を楽しむ意味でオルタナティブ歴史研究やっております。ぜひ皆さんも一緒に楽しんでいただければなと思います。また NK チャンネルではウェブ上だけではなく実際にその場所を歩いてリサーチをするイベントを、小規模なイベントを開催しております。こちらもよろしければぜひご参加してみてください。それでは本日は以上とさせていただきます。またコメント欄にコメント等いただければありがたいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。失礼いたします。